スノーマン宮舘涼太、初の単独 MC 番組初回放送日に届いたラウールからの一言明かす深沢達也、初めて聞きました。スノーマンの深沢達也と宮舘涼太が、23日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま、文化放送、毎週木曜21時から21時30分に出演。宮舘がラウールに感謝した出来事を明かした。スノーマン宮舘涼太、ラウールに感謝この日の放送では、最近メンバーに感謝した出来事についてトークが展開。宮舘は10月よりスタートした番組、日本全国さすらい料理バラエティ黄金のワンスプーン、TBSK、毎週月曜深夜23時56分で単独 MC を務めている。宮舘はその初回放送の日を振り返り、初回放送の日かな。それこそメンバー全員そうなんですけど、ラウールから連絡が来まして。一言、僕はこの番組を応援します、って、と明かした。宮舘は、応援隊長がいる、と思ったそうで、今までさ、そういう文章ってあんまり送ってきたことがなかった、僕はこの番組を応援します、って、急にスポンサーついちゃった、わら、と告白。